橋せいなの「ぷぷぷラジオ」さあ始まりました橋本せいなの「ぷぷぷラジオ」今回は久しぶりの放送となりますなんと第5回目を迎えましたイエーイ はいこの番組は橋本聖奈がパーソナリティを務めましてエルシーの魅力を発信したり橋本聖奈の新し,新しい魅力を発信していこうという番組ですついにぷぷぷラジオ復活ということで皆さん本当にお待たせしましたえー、もう何ヶ月ぶりですかねもう約3ヶ月ぶり とかなんですけれども、えー、今回からまた復活ということで、えー、たくさん皆さんに聞いていただけるように、えー、と LC の魅力をたくさん伝えていきたいなと思っております、えー。今回は番組もパワーアップしてお送りしていきたいと思いますので、えー、ぜひ皆さんあのー、仕事の合間だったり寝る前とかお風呂の時間とか、えー、聞いていただけるととっても嬉しいです。はい。 ということで、今回は、えっと、いくつかの話題に触れていこうと思うんですけれども、まず、ツアーについて少しずつ触れていこうかなと思っております。エルシー、LC、7月22日から10月20日まで、えっと、全国ツアー、エルシーツアー2021プリンセシーという、えー、ツアーが開催されます。 え今回ね、このツアー、まずなんで開催されるようになったかっていうと、あのー、私たちエルシーがずっとずっと運営さんに、あのー、なんていうんだろう、こういう大きいツアーをやりたい、やりたいってずっと言い続けてて、やっと、えっ、ー、と、叶えることができました。あのー、そもそもなんで私たちがツアーをやりたいってずっと言い続けてるかっていうと、 あのいつもねエルシーは基本的に東京が拠点なのでなかなかこう地方に行ってライブというのがなかなかないんですよね。なのであのその皆さんへの恩返しとか SNS でエルシーを知ってくださってる方にもやっぱり なかなか東京来れないなという方も多分いらっしゃると思いますのでという皆さんに少しでも恩返しできるようにという意味も込めて私たちずっとずっとツアーをやりたいって言っていって、えー、今回叶えることができて本当に嬉しいです。あのそしてそれとともにあのよくアイドルさんがやっているこうツアーを引っさげた何て言うんだろうテーマとかそういうの。 もうエルシーやったことがなかったのであのそれも言って、えー、今回叶えてもらうことになりましたあのプリンセシーというのはプリンセスんプリンセスとエルシーを掛け合わせたあのテーマなんですけれどもエルシーは4人メンバーのことでプリンセスプリンス <laughs> はあのファンの皆さんを こう想像しして考えましたこれも私たちが考えたんですけどあ発案者はちえちゃんと椎名ちゃんだっけなこれは確かみんなで話してる時にあプリンセシーはみたいなちえちゃんだったかなそう言ってくれたあそれいいじゃんみたいな感じになって今回決まりましたえー、なんと今回グッズもえツアーを引き下げて作るということであのー こういうグッズがいいなとかこういうデザインがいいなとかもあのマネージャーさんとかメンバーとたくさんたくさん話し合いを重ねてあのこうなんていうんですかシンデレラお姫様みたいなテーマで今回お送りするのでそういう感じの,あのグッズになっていますまだあのグッズの詳しい詳細はまだ出てないんですけれども皆さんぜひ楽しみにしていてください。 えー、普段使いできるようなグッズも私たち考えていますので、お楽しみにしていてください。そして、えっと7月22日から岐阜から始まります。岐阜はあの椎名ちゃんの地元で、えー、こちら凱旋ツアーみたいな感じになっています。あの美味しい岐阜タンメンがすごく美味しいみたいなので、ぜひ皆さん岐阜で。 食べましょう牛タン麺をはいそして8月22日には仙台に行きますエルシー仙台に行くのも初めてで、えっと、私たち4人とも牛タンが大好きなんですよね <laughs> 牛タンが大好きなのであのずっと行きたいって言っていてそうでも仙台行ったことないしみんな来てくれるかなとかずっと不安だったんですけれどもあのたくさんの方が岐阜にも来てくださると嬉しいなって思っていますそして 9月5日、富山に行きます。富山は私、橋本聖也の地元で、これは私、あの、アイドル始めた10代の頃から、ずっとずっとアイドルで、あの、アイドルで、富山でライブするというのが夢だったので、その夢を一つ叶えられるようになったのは、とっても嬉しいし、ちょっと自分の成長を感じました。はい、これを叶えてくださった、あの、運営さんにとっても感謝だし、あの、 結構みんな富山に行くよって言ってくださって本当に嬉しいです。えー、プロデュース公演みたいなのもするのでぜひ皆さん会いに来てください。東京からは電車新幹線で1本で本す、はい、ということで次9月18日名古屋に行きます名古屋はね去年の10月から半年ぐらい、あのー、遠征でよく行ってたんですけれども。 最近月1とかでなかなか行けてなかったので、えー、久しぶりな名古屋なんですけれどもとっても楽しみです名古屋も美味しい食べ物がいっぱいあってあのとても魅力的なところなのでなんか帰ってきたっていう感じがしてとっても楽しみですはいそして9月19日静岡静岡はあ静岡も結構行ってましたね去年とか。 はい遠征で行ってたんですけれどもエルシーね結構ね静岡とか静岡周辺の方周辺の方があのファンなことが多いのでとっても楽しみです多分久しぶりに会える方とかもたくさんいらっしゃると思うのであのちょっとでもねこう静岡で成長したエルシーを見せれたらいいなって思っています。そして 大阪、9月25日は大阪に行きます。大阪はこの前行ったんですけど、やっぱりなんか大阪のファンの方ってめちゃめちゃノリがすごい大阪って感じがして、私エルシーで結構明るい元気なんですけど、すごい大阪のファンの方にはいつもあの元気さ、私の上を行かれます。<laughs> はい。とっても楽しみです。大阪といえばやっぱたこ焼きなので。 え今回もみんなでたこ焼きをたくさん食べたいと思います。<laughs> はい。そして、10月10日、町田に行きます。こちらはちえちゃんの、えー、地元となっております。凱旋ツアーですね。ちえちゃんの町田、町田でライブってまあなかなかないので、私、アイドル初めて、初めてかもしれないです。町田でライブは。はい。こちらはちえちゃんのプロデュース公演となっております。あのー、 今回ツアーでは関東は1233つ行くんですけれども是非町田の方にも皆さん足を運んでいただけると嬉しいです。そして10月17月日埼玉、えー、こちらは ジュリちゃんの凱旋ツアーとなっておりますはいこちらジュリちゃんの、えっと、プロデュース公演で今ねあのみんなで話していろいろ楽しい公演にしようといういろいろアイディアが浮かんでるので皆さんぜひ会いに来てくださいそして10月20日これはツアーラストです、えー、渋谷ツタヤオーウェストさんにて開催されますイエーイとっても嬉しいですはい 普段ねね、OWEST さんでは結構ライブ出演させていただいているので、あの自分たちのワンマンでワンマンってなると、どういう感じになるのかなとか、すごくワクワクしています。はい、この OWEST に向けて、この7月22日から、ファイツアーファイナルまで、えー、LC みんなで駆け抜けていきたいと思います。えー、そののののためにはファンの皆さんの、えー、応援が欠かせないので ぜひ皆さん一つつででも多くく、えー、ツアーに駆けつけてくださると嬉しいです、えー、今回のツアーでは一つ一つの,つあの場所で LC の新しい魅力とかあのなんだろう一つ一つの公園でちょっと違うみんながワクワクするような、えー、ことも考えてツアーしていきたいなと思っているので。 ぜひ皆さん、全通してください <laughs> はい今回ね、全通してくださった方に向けての全通特典とかも考えているので、えー、皆さん一緒に、えー、駆け抜けてくださると嬉しいですはいそうですね、ツアーに関してはこのくらいかな。結構行くんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。 9個もツアーで回るってエルシー初めてなので <laughs> このスケジュールを見た時にあのどこの売れっ子グループだよって思いました <laughs> なかなかこうたいあのー、まあ7都市ツアーとか何だろう東名阪ツアーとかそういうのが多いんですよねんどんだけエルシー行くんだよって思うんですけれども結構長期にわたるツアーなので まあそんななんか立て込んでるわけではないので、ゆったりみんなで楽しんでいけたらなと思います。あの、今回のこのツアーの後、まあわかんない。次、その次いつツアーするかわからないですけど、まあ私個人としては、その次のツアーでは、福岡とか沖縄とか、今まで行ったことないところ、この9カ所、プラス、もっともっと大きなところ、 に行きたいなって思っていますはいそうですね今回のツアー身のあるツアーにしたいと思います頑張っていきますはいそして次夏について夏はね結構この9箇所のツアープラス あの3つぐらい大きなライブが控えていましてまず1つ目一番近いところで言うと夏染めですね皆さんチケットは取ってくださいましたか夏染めはエルシー初めての出演で今回このあの夏染めの何て言うの案件 <laughs> 出演権が来た時に、LC、びっくりして最初マネージャーさんから連絡が来た時にやばいみたいな <laughs> やばいって来たので <laughs> もうみんなえな何何何みたいななんかやばいことでも起きたのってなって焦ってたらやばいみたいな夏染み決まったってなってえーみたいな本当にびっくりしてとっても嬉しかったです本当に出たいってずっと思っていたのであのやっとなんかこう エルシーが何だろう？アイドルとして認められてるのかな？って思い思いました。はい、今回夏染めたくさんのアイドルさんが出てて、大きなグループがたくさん出演されているので。あの？そうですね。lc。のいろんな魅力とかを。 あのエルシー初めて見る方にも見せつけていきたいなと思っています夏染み2か所出るので是非皆さん遊びに来てくださいお待ちしておりますそして次関ヶ原関ヶ原は7月後半にありますなんとエルシー3日間全て出演させていただきますイエーイ <laughs> はい3日間まさか出演させていただけるとは思っていなくてこれも本当にびっくりしました あのそうですねどこのステージに立ててももちろん嬉しいんですけどやっぱりエルシーはメインステージ立てたらいいなって思っていますはいそれを願っています今はそうですね関ヶ原はあこん今年の関ヶ原はえっと去年の去年今までの関ヶ原とは違ってえっといつもは岐阜で開催されていたんですけれども 今回は愛知県愛知知県県で開催されますはいでも外でのライブは変わりないので暑い夏にすることは変わりありません是非皆さん遊びに来てください3日間全部遊びに来てください <laughs> 待ってますそして次アットジャムこれはもうもうですよもう皆さんと一緒に叶えた夢なのでもうみんなとの よろみんなと一緒に勝ち取れたしみんなと一緒に喜びを分かち合えたのであのもうエルシーにとってかけがえのないライブになること間違いないんじゃないかなって思っています。えー、そうですねあのー、これ「やっとジャム」は 1一次予選2次予選っていうのがあってそれでエルシー勝ち上がって2位になって「アットジャムが決まったんですけれどもその2位の結果で泣いていた私たちだったんですけれどももう今はあの時から結構時間が経って気持ちも落ち着いてもうとにかく今は楽しみな気持ちしかなくてあのー、まさかエルシーが「アットジャムに出演できるなんて、あのー、去年だったら。 考えれなかったので、本当に楽しみで、ね、本当に楽しみです。もうファンの皆さんに感謝しかないですね。アットジャム。は、本当に楽しみです。まあ、いつかは lc アットジャムのメインステージに選ばれるようなグループになりたいって思います。今年は、ま。あ メインステージでは多分ないんですけど来年はもうエルシーさんメインステージお願いしますって言われるぐらいになりたいなって思っていますはいそのためそのためっていうかまあそのための今年のアットジャムでもあるのではいエルシーの底力とかエルシーとファンの皆さんのこう団結力 とかをもうここで存分に見せつけていきたいいなって思ってて思ます、はい、多分ねアットジャムはあのー、みんなでつかんだものなのでファンの皆さんもきっと気合が入っているんじゃないかなって思っています夏はこの3つが特に大きな、A、対バンとかイベントなので、えー、皆さん大きなステージに立つエルシーを えー、一瞬でも見に来てくれたら嬉しいですお待ちしておりますはいということで今回ツアーについてと夏について夏のイベントについてたくさんお話ししました皆さん分かりやすかったですか <laughs> なんか久しぶりのラジオなのでちょっと緊張しましたねしかも今回こう結構セットとかも 変わっていていしっかりマイクを使って使ってのあの収録となっていますので、えー、ここからパワーアップした橋本聖奈のプッププラジオ、えー、これからもお楽しみにしていってくださいはいそして聖ナへの質問コーナーイエイ <laughs> はいえっ、ー、とーこちらは「ハッシュタグ橋本聖奈のプッププラジオ」 とつけて皆さんツイ,ツイートとか DM で送ってくださったものを案にして私が皆さんからの質問を答えていきたいなと思っております今回はまあ2つぐらい答えていこうかなと思っています皆さんたくさんの質問ありがとうございますまず一つ目はえっと私橋本聖奈の好きな 顔のパーツはどこっていう質問がありました。どこだろうな好きなパーツ。うん、なんだろうな <laughs> どこだろうなうんまあ、私は結構大きな口を開けて笑うことがあるので、口かな口かもしれないです。あの、ライブでもずっと笑顔なので、 笑顔だし、もう思いっきり楽しい時は楽しいってめっちゃ笑うし、結構私、表情筋が柔らかくって、あの、いろんな表情って言うんですかこう、こう表情筋がとにかく柔らかいんですよね。なんでか。<laughs> だから <laughs>、そうなんです。だから、結構口元で、あの、私は、あ、楽しそうだなとか、喜んでるなとか、 怒ってるなとか悲しいな。とか喜怒哀楽が私結構口元でわかるんですよ。わかる人なんですよ。多分そう。そういう意味でも結構口元はチャームポイントかもしれません。はい、あとはパーツではないんですけど、私涙袋があるんですよ。あのここなんですけど、左左左目の下に涙袋があって。 それあんまりなんかファンの人に気づかれないんですけど、実はちょっとチャームポイントでもあります。なので皆さん特典会でぜひ、あの、まじまじと見に来てください。<laughs> はい。そして、二つ目の質問は、うん、なんだっけなあれ一つ、二つ目の質問なんだっけな <laughs> あれなんだっけなあ、アイドルをやる上で心がけていることかなはい。 アイドルやる上で心がけていることはうーん何だろう何か私のモットーっていうかあの絶対的固定概念みたいなのがあってアイドルは絶対にあのファンの皆さんを元気づけるべき職業っていうんですかキラキラした世界でキラキラした 元気とかをみんなにお届けしてそのアイドルを見てファンの皆さんは明日も仕事頑張ろうとかなんか例えば私だったらせいなちゃんも今日ライブ頑張ってるから僕も仕事頑張ろうとか私も仕事頑張ろうとか勉強頑張ろうとかそういう気持ちにさせることがさせるのがアイドル。 だと思っていてい、えー、なので私はうん絶対にどのライブもあの全力でやるし一切手は抜かないしどんな時も笑顔であのみんなを迎え入れている迎え入れてるっていうか <laughs> どんな時も笑顔でいるのであのそうですね笑顔でいることが一番 大切かなって思いますうんなんかこれはカットされるかもしれないんですけど <laughs> あのー、まあ今のこの時代の流れっていうんですかそういうので結構なんだろうなんかメンヘラとかのメンヘラとかが結構流行ってる時代じゃないですか地雷系とかそういうのも私はとっても素敵だと思うんですけど私の考えのアイドルは 何だろうキラキラしていてあんまり弱ま、まあ、たまに私も弱音吐いゃう時もあるんですけど基本的にはあの元気で明るくキラキラしているのがアイドルだなって思っているので私はそこは絶対にあの崩さずここまでアイドルをしてきましたはいそうですねあの そうですねだから皆さんに少しでも <coughs> そういう元気とかを与えれる太陽のよう,のような存在に私が慣れていたらいいなって思いながらアイドルをしています。はい答えれてますかね <laughs> ちゃんと答えれてるかな不安なんですけどまあそんな感じです。はい あの、久しぶりにこんな真面目な話をしたので、最近私のことを好きになってくださった方は、えーせいなちゃんって特典会であんなバカでうるさそうなのに、意外でこんな一面もあるんだって <laughs> 気づいてくれたら嬉しいです。はい。基本的にそうですね。私はあんまりこう、あの、こう、特典会とかでも元気に明るく、わーってしてるタイプなので <laughs>、 あのこういう一面もあるんだよっていうところを見てくれたら嬉しいですはいそしてもう一つ告知がありますおーいいですねあのですねえっとこれいつ発売でしたっけ <laughs> いつ発売でしたっけ ?6 月306月30日発売の ブブカ8月号にエー掲載されますイエーイはいなんと今回エルシー初のブブカ掲載ということで今回このお話が来た時にえーみたいな,なんでエルシーがってみんなで言っていましたそれくらいに本当に嬉しくってあのぜひ皆さんゲット 皆さんにゲットしていただきたい一冊となっております。lc ね雑誌に載るのはあの音楽雑誌マーキー以来2冊目の雑誌となります。いつかねブブカさんの表紙に lc が乗れるぐらいになりたいなって思っています。はい、今ねちょっと中身見せれないんですかね。見せていいんですかね？<laughs> いいんですか？はい、中身こんな感じになっております。じゃじゃん。 かわいいでしょうこんな感じの、こんな感じになっております。かわいいですね、皆さん。そうで、で、あの、青空、青空に響く片思いというテーマで、はい。あの、ぶぶかさん、ありがとうございます。<laughs> 白と水色をベースにした爽やかな衣装と明るくハッピーな雰囲気をまとう4人組アイドルグループ、エルシー。メンバーの橋本が作詞した切なさ恋魔法を筆頭に片思いをテーマにした楽曲を多く届けている。このインタビューを読みある頃には、あなたもきっと4人のことが好きになる <laughs> はい、と書いてあります、見出しに。ありがとうございます、ブブカさん。 今回ね、あの、たくさん喋りすぎて、本当に、あの、編集者の方もう、エルシー、こんな喋るのみたいな。多分、まあ言わないだけですけど、もう喋んなくていいよって多分思われてました <laughs>。それぐらいに本当に楽しくて、この取材が。本当に楽しくて、撮影も超楽しくて、このブブカさんの,あのカメラマンさんとか、 取材してくださる方とかもすっごくいい方でエルシーがすっごいあのノリノリでこう絡んでってもずっとつそれに付き合ってくれてとっても楽しい取材でしたなのでこの中身あの皆さん是非読んでほしいです結構深いところまでみんな喋ってます個人個人のこう良さだったりとかもいろいろお話ししてるので皆さん是非ブブカ 8月号、6月30日発売、ぜひ、ゲットしてください。はい。これゲットしなきゃ損ですね。ぜひゲットしてください。ということで、今回は、えー、橋本聖奈のぷぷぷラジオ。はい。ということで、今回のラジオは皆さんいかがだったでしょうか 楽しかったですか本当にさっきも言ったんですけど3ヶ月ぶりのラジオはあのー、ちょっと緊張しましたしあの何、ー、だろう緊張しましたしちょっとあのー、やっぱり喋りをもうちょっとパワーアップさせていきたいなって思いました私のこのラジオをやる上での最終的なラジオの目標は。 聖奈のあの橋本聖奈のラジオ番組をあの持つことなんですよねラジオ局でそれが目標なのでそのためにこのラジオまだまだ根気強く頑張っていきたいと思いますはい皆さんなのでたくさん聞いてくださいはい今回はこの、えっと、ツアーについてと夏についてとあとグッズとかえー たくさんお話ししました、えー、このラジオのリクエストなどハッシュタグ橋本聖奈のぷぷぷラジオで受け付けております今後も更新していくのでぜひ皆さんたくさんのリクエストお待ちしておりますはいそれでは橋本聖奈のぷぷぷラジオまた次回お会いしましょうバイバーイ